はい、こんにちは、元谷日常です。今回は、ネットの旬公園のオンラインページに出ている商品のセールス動画になります。で、今日の、この動画撮ってる日の夜に出す予定の、商品をちょっと説明というか、簡単にできたらなと思って動画撮ってます。で、なぜかというと、ちょっと苗のあんまりまだハゲとか特徴が出てない木を出品しますので、そちらのなんとなく特徴とか良さを伝えていければなと思います。じゃあまず一つ目はこの木ですね。はい、こちらはブシューっていう木で、ブシューのデモっていう木です。で、お元の趣味を始めた方はちょくちょく聞くようになる言葉だと思うんですが、デモっていうね、言葉ですね。で、デモっていうのは何なのかというと、お元のこの縁取り、はい、この縁取りが覆輪と言いますが、この覆輪がですね、覆輪っていうのは葉っぱの周りを全体真っ白くこう回っているものを覆輪というんですが、この覆輪が回りきってない状態のものをデモとか、覆輪毛とかって言います。で、このデモが何割来てるか、だからこう葉っぱの周りをどれぐらい来てるかによって、例えば覆輪毛7割覆輪毛とか6割覆輪毛とかって言ったりします。で、今回1個目紹介するのはこのブシューという木のデモ、覆輪がまだ回りきってない木ですね。はい、で、普通の覆輪の木よりも安く購入することができます。で、そのデモっていうのは、覆輪が完全に回ることもあります。ですが、回らないこともあります。で、年によって変わってくるというか、例えば来年覆輪が一気に回ることがあります。で、覆輪が回っちゃうと、その次の年からはずっと覆輪が回った状態で出てきます。ですが、このブシューでデモでおすすめしたい理由は、このブシューっていう木は割と型が綺麗な木なので、デモこれお元会あるあるで、デモでも楽しめるっていうのがいいとこかなと思います。で、覆輪が回ったらラッキーみたいないう感じですかね。おすすめするポイントは、そうなんです、ブシューっていう木はちょっと首が太くて、立場で首がこう立って、で、葉っぱもね、結構立場の立場で出てくるんで、形がすごい良くてですね、愛嬌がある木なので、デモで楽しめるということですね。はい、続いてはですね、はい、こちらの木ですね。この木はもう結構特徴は出てるんですが、トドロキという木ですね。結構数は少ない木になりますね。はい、で、こちらの特徴といえば、2面の交流、はい、この葉を見ていただければ分かんないかな交流っていう真ん中に何ですか、突起というか、でこぼこのでこですね、ポコだ、どっちだ、盛り上がる方ですねが出てるのが交流というんですが、それが真ん中に2本、葉っぱの真ん中にこう2本入るのが特徴で、プラスのし葉ですね。のし葉っていうのはこの、よく紹介してるんですが、ちょっと分かりづらいですね、申し訳ないです。葉っぱの縁からこういうふうに、こう内側に丸め込むような葉っぱをのし葉と言いますが、特徴の木ですね。結構ね、この木はもうちょっと小さくカジッとまとまった方がかっこよくなる木ですね。はい、で、この木は割と完成形で、結構渋めの木が好きな方は好まれる木なのかなと思います。はい、続いてですね、続いてはこちらですね。玄武の、玄武というと、お元会でいうと、本当にトップクラスの木なんですが、これが玄武の青ってやつですね。はい、で、さっきのデモみたいな感じで、こちら青なんですけど、
青は覆輪すら回ってない木、覆輪毛すらない木で、もう真っ青な木です。ですがこういう木がなぜ人気なのかというと、オモトカイのトップクラスの木っていうのはやっぱり葉っぱの葉茎と地肌かが評価されて、トップクラスの品質になるんですが、それは覆輪がなくてもその葉茎とか地肌っていうものは楽しめます。でその覆輪が出るとやっぱり白くなって綺麗になるんですが、その葉茎とか地肌だけで楽しみたいとか、それでも十分だっていう人は青でも十分楽しめますし、青の方がよく育ちますので、そういう方が買われる木ですね。なんですごいこの木はまだ若い2歳の木なんですが、年取ってるごとにすっごい芸が出てくるんで、そういうのを楽しみたい方にはおすすめの木ですね。はい、続いてですね、はい、こちらですね、山菜木の将来ですね。はい、私も好きな木ですね。将来っていうのはのしがし、さっき言ったのし葉っていう、こうまん丸、葉っぱの端っこから中央に丸め込む葉っぱにガシ竜という白い毛ハゲが乗った木ですね。のしがしっていう言葉はすごい元から出てくる言葉なので覚えておくといいと思います。でそののし葉っていうのは両方から出てきて、そこに白いガシが入ると真ん中にスーっていう青いラインが入るんですね。ちょっと見本木があれば見したいんですが、写真あれば載せときます。ですごい細葉でね、品がある木になってます。なので結構上品な木が好きな方はおすすめです。